はい、皆さん、翔太です。今度も一般的な社内からの秘密や可能性を楽しく紹介されていこうと思っております。はい、このようなんですけども、体の使い方トレーニングで最も大切なことをついてね、紹介させていこうと思っております。まあ、今はですね、SN 時代で体の使い方トレーニングで身体性を下げるトレーニングとかね、まあ、ボディーワーク系とか、まあ、いろんなね、すごい動きの練習をするためのノウハウというかね、やるもの自体はめちゃくちゃ情報として手に入るわけですよ。ただですね、そんな時にですね、必ず押さえていただきたいことが一つあります。で、この一つって結構皆さんね、めんどくさくてやりたくないがち、まあ、やらない人が多いんですけども、これをちゃんとやってるかどうかがですね、あなたの身体能力を上げてくれるかどうか、その身体その先のトレーニングをいかにうまく使えるかにかなり関わってきますので、これですね、ぜひともしっかりと押さえていただければと思っております。前半ですね、こちらのボードで紹介させていただいて、後半ですね、事前に紹介していただきますので、最後まで見ていただければと思っております。では、始めていきます。はい、体の使い方トレーニングで最も大切なこと、それは一体何かと言いますと、これです。トレーニング後に、まあ、どんな状態、体の状態をチェックしましょうということですね。これ皆さんやっておりません。めちゃくちゃ重要です。じゃあ、どういうふうに確認するかというと、もうこれです。アウター寄りに崩れてるか、インナー寄りになってるか。もう体の使い方が上手いか下手かって、もうざっくりとここなんですよ。もういわゆる前ももとか腹筋背筋が固まってる、肩が上がって僧帽筋が力んでる、中臀筋とか外側広筋が張って重心が外にずれてる状態だと、基本的には動けないですね。うまく動ける人って、こういうふうに肩で言うと前鋸筋、脇の下が効いてて肩が降りてて、大腰筋が効いて腹圧のボールが入って、もも裏内転筋が効いてる人っていうのが動きやすくなる人、まあ、いわゆる筋肉の主導が違うんですけども、こういうふうになってるかどうかが、まあ、ざっくりと言うと動ける人か動けない人かなんですが、体の使い方トレーニングした時に、こっちに行ってればうまくいってていい練習できたな、ですね。ただ、こっちに行っちゃうパターンもあるんですよ。いや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 、みたいな。良くなるためのトレーニングしてるんだから、なんでこうなるんだ、みたいにね、思い張る方いるかもしれないですけども、これ、全然こうなるパターンあるんですよ。で、具体的にはどうなるかというと、例えばですよ、肩甲骨系のトレーニングしましたと。そうすると、ここは、こうなるんですよ。ただ、この下半身系が、最初よりも、アウター寄りに崩れることが、全然あります。まあ、例えば逆に、股関節系のトレーニングしましたと。じゃあ、ここは良くなりましたと。なんか、もも裏使いやすくなりました。でも、腹圧抜けて、肩はなんか上がりやすくなりました。腰反りやすくなりました。みたいなパターンが、全然あるんですよ。要は、やったとこは良くなってるんですけども、他がトータルで見ると、マイナスに働きました。みたいなトレーニングっていうのが、ザラなんですね。じゃあ、なんでそんなこと起こるのかというとですね、実は、人間のこのインナーを入れやすくするために、スイッチの場所、いわゆる感覚を優先しないといけない場所みたいなのがありまして、まあ、うちではハンドルスイッチとかお伝えしているので、まあ、気になる方はハンドルスイッチで調べていただけると、まあ、出るかなと思います。で、その場所が人によって違うんですよね。要は、ざっくりと、まあ、もも裏をトレーニングすればするほどに、まあ、大腰筋も腹圧ボールも前鋸筋も効いて、全体がインナー寄りになりやすいですよっていう人もいれば、前鋸筋をメインにすれば、体幹効いて、もも裏効いて、やりやすくなる。みたいな人は、内に認識すれば、これが叶う。みたいな風にですね、いろいろ場所によってスイッチが違うんですよね。で、これの自分のタイプと全然違うところ。例えば、もも裏を使うとうまくいく人が、肩甲骨面でいっぱい練習した。まあ、肩周りがね、なんか上がるのが気になるから、肩周りなんとか練習しようと思って、まあ、肩甲骨系のトレーニングいっぱいいろいろやったと。すると、実はこう肩甲骨周りは一瞬動きやすくなるんですよ。一瞬ね。ただ、トータルで見ると、最初よりも、この辺が崩れます。前もも寄りになったりとか、重心がえらい外に傾くようになってしまったりとかします。で、中心が、腹圧が抜けるので、胸郭が不安定になって、動いてるうちに肩甲骨も、上がってきて、結果的に最初の状態よりも悪くなる、みたいなことが起こっちゃうんですよ。これ、本当にですね、嘘のような本当の話して、これをちゃんと見ていないとですね、良くするためのトレーニングやってて、なんかやれること増えてきて、なんとなくパーツパーツでは上手くなってるはずなのに、トータルで見ると、こっちに行っちゃうみたいなことが起こるんですよ。なんかおかしいぞみたいな。肩甲骨最近めっちゃ動きやすくなってるのに、動くとめっちゃ肩上がるみたいなことが起こるんですよ。股関節の感覚すごく良くなってるのに、動くとめっちゃ前まま張るみたいなことが起こっちゃうんですよ。っていうのは、体トータルで見たときに、合わない練習をしてるからなんですよ。
で、合う、合わないを見つけるにはね、まあ、そのハンドスイッチをチェックしてもらうっていうのもいるんですけども、まあ、それをチェックするのもね、わからない人も、めっちゃシンプルな解決策が一個ありまして、それが、もうこれなんですよ。トレーニングした後に、確認しましょうと。もうこれ、この一つです。このトレーニングって自分に合うんかな、合わないかな、このトレーニングやってみたいな、面白そうだな。やってみていいです。一回やってみましょう。やって、あとですね、やった後に、こうなるトレーニングは、とりあえず今のあなたの体には向いてないです。完全に体的に向いてないパターンもありますし、難易度的に向いてないパターンもあります。どっちにしても、今、それを頑張ってやることがメリットにならない練習なんですよ。まあ、ある程度、まあ、グレーゾーンもあるんで、まあ、この辺だったら、まあ、まあ、最悪、まあ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 、いいかな、みたいなレベルはもちろんあるんですけど、あからさまにこうなってるトレーニングもあるんですよ。でも、これって、この、チェックをしてないと気づかないんですよ。めっちゃ大事ですよ。例えば、肩のトレーニングしたら、肩良くなったかって、ここはチェックしてるんですよ。肩甲骨トレーニングしました。じゃあ、肩甲骨周りを皆さんね、チェックするんですよ。でも、本当に気にしてないといけないのは、こっちなんですよ。ここが崩れてないからなんですね。こっちが良くなってるから。もも裏のトレーニングしたら、もも裏は皆さん確認するんですよ。でも、本当に気にしないといけないのは、体幹だったりとか、肩周りだったりとかするんですよ。要は、トータルでマイナスになってないか、プラスに働いてるかをちゃんと確認しましょうっていうのがですね、まあ、このね、情報化社会ですね、身体操作系ね、体を使う系のトレーニングってもう4、もうめちゃくちゃありますよね。SNS 探せばいくらでも出てくるので、たくさんある中で、じゃあ何を選ぶのか、どのノウハウが自分に合ってるのかを選択できる能力がめちゃくちゃ必要になってます、ね。情報の取捨選択できるかどうかなんですよね。混乱しちゃうんで。なんとなく良さそう、なんとなく悪そうで選んでると偉いことになるんですよ。なので、まずこれですね。確認しましょうと。そして確認できるスキルを身につけましょう。これがですね、まあ、体を使うトレーニングを学んでいくによって、まあ、最も大切じゃないかなと個人的にはめちゃくちゃ思っております。はい。そしたらですね、実際に確認方法ですね、具体的にやっていこうと思います。はい。そしたらですね、実際にですね、確認方法ですね、やっていこうと思います。できるだけシンプルにまとめて、5つですね、5つ項目作りますので、この5つの項目がトレーニングをする前と、トレーニングした後に比べて良くなってるかどうかをチェックするようにしてください。ではいきます。まず1つ目、肩甲骨ですね。肩甲骨は、あんかに崩れると肩の上の方にね、力みが来るので、もう動かしにくくなります、もう単純に。で、うまくいくと脇に入って肩甲骨が動かしやすくなるので、もう単純に肩が動かしやすくなるかをチェックしてください。まずこれ1つ目になります。で、2つ目ですね。2つ目は、体幹ですね。体幹は、腹圧のボールが入ってくると、体が柔らかく動く感覚が出てきます。なので、体、いろんな方向に動かしてみて、動かしやすくなるかを見てください。うまくいかないと、腰が固まる感覚が出てきたりとか、腹筋が固まる感覚が出てきて、体が動きにくくなります。で、三つ目ですね。三つ目は、もも上げをチェックしてください。インナーになると、大腰筋が効くので、もも上げが非常にやりやすくなります。逆に、アウトに崩れると、前ももが張るので、足が重たく感じるようになりますので、軽く上がるようになっているかどうかをチェックしてください。で、四つ目ですね。4つ目は、軸ですね。体の軸。片足を上げ止まった時に、体の軸が、インナーだと内転筋側に入るので、外にずれなくなります。アウターに崩れると、中殿筋とか側方の、外側後筋寄りに立つので、こうちょっと体をね、外側の軸で、ここの軸で体を支えているような感覚が出てしまうかなと思います。これが内の軸で入る感じがするか、外の軸にずれるような感覚が出るかをチェックしてください。で、最後ですね。最後は、体のバネ感ですね。もう単純にこの跳ね感ですね。もう普通にこうなんか、動いていただいて、体のバネ感が軽くなっているかを確認してください。で、これって、インナーの筋肉が出ると、単純に体にバネが出るっていうと、あと腹圧の影響ですね。腹圧のボールがちゃんと効けば効くほどに体のバネってすごく出るんですよね。でそれが、うまくいかない。なんかアウトに崩れる動きだと、全部下がってくるので、なんか体は、重たくなる。もしくはなんか体がなんか硬くなる。バネが硬くなるですね。なんか、カチカチ、カン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 みたいな、バタ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 みたいな形になっていきます。軽く、動きやすい感覚が出れるかどうかをチェックをしているようにしてください。動きやすいなみたいな感覚が出ているような、感覚があるかどうか。なんか重たい動きになってしまって、なんか重たい重たい重たい、どんくさいどんくさいみたいな感じになってないかどうかを確認するようにしてください。いきますでしょうか。これを、トレーニングですね、身体操作系今やってるトレーニングの前にやってください。で、1つ選んでいっぱいやるんですよ。いろんなトレーニングやっちゃうとどれがいいかどれが悪いか分かんなくなるんで、1個選んでやる、やった後に再度今のチェックをやってください。
そして良くなってるかどうかですね。インナーよりよりバネが出るな、体になってより肩甲骨極になった、体幹めっちゃ極になった、もも上げめっちゃしやすくなった、軸が真ん中に集まってきたらいい練習です。はい。逆になんか肩甲骨系のトレーニングして肩甲骨動くけどなんか足めっちゃ重たくなったら、めっちゃなんか体なんかバネ感出なくなったらダメです。合ってない練習って形になります。いけますでしょうか。で、まあ最後ね、補足としてですよ、補足として、じゃあこれ肩甲骨、例えばね、自分に合わないトレーニングは全くやったらダメなのかというと、実はまあそんなこともないんですよ。実はまあ肩甲骨だけ例えば良くしたい時に肩甲骨系のトレーニングをしたいってなったら、まあ、やってもらっていいんですけど、このマイナス面が出るのをちゃんと理解しておかないといけないです。その上でプラスになるトレーニングをもっとやれば、まあ、相殺はできたりします。で、もう一個は、発想なんですけど、ちょっとねこの動画で言うといろいろ長くなっちゃいますけど、これ得意なとこ行った方が苦手なとこ埋まるんですよ。例えば肩が上がってね、注意されてるから肩甲骨のトレーニングしたいっていう発想だと思うんですけども、実はもも裏から行った方が体幹が効いて肩が落ちる、まあさっきのね感じで言うとことが起こっちゃうんですよ。そうすると肩甲骨良くしたいけど肩甲骨のトレーニングするんじゃなくて、肩甲骨良くしたいからもも裏のトレーニングをする方がめちゃくちゃ早かったりデメリットがなかったりするんですよ。まあそれぐらい、体はね、何を選ぶかっていうのがもう本当に大事です。もうよくね、説明するときに薬を例えたりするんですけど、薬って例えば薬局に並んでる薬何でもかんでも飲んだらじゃあ風邪良くなりますってなるわけないじゃないですか。当たり前なんですけど、メリットもあればデメリットも出てくるんですよ。全然ね、お腹痛い時に頭痛の薬飲んでも治らないんですよ。まあ、それだと一緒でして、自分の体にとって何がいいかを選ばないといけないですね。何でもかんでもあればプラスになるか、いろんな動きした方が自分はなんかプラスになるみたいな、なんかスポーツってなんかいろんな感覚入れた方が良くなるみたいな、なんかね言われたりするんですけども、まあ、それもまあちょっと正しいところもあるんですけども、実はこうマイナスで働くやつもいっぱいあるんですよ。で、特にね、いろんなとこ意識してやるやつ系、細かく意識してやるやつ系ですね。もう自分の体に任せて気持ちよく動きましょうみたいなムーブメントみたいなトレーニングだと、まあ、そんなに影響出ない。まあ、自分のやりやすいようにやってるんで、ね、じゃなくてもう本当にここはこういう風にしましょうとか、角度はこういう風にしてくださいとか、結構詳細な、注意点があるやつですね。これはかなり自分の体の特徴じゃない動きを強制される可能性があるので、本当にやった後に確認をしてください。で、良くなるやつはもう全然 OK です。もうすごくたくさん選んで、それをもっともっとやればいいと思います。逆に、崩れる動きっていうのは、ちょっとやりすぎないようにしないといけないなとか、これあんまりこだわって頑張っても良くないなとかいう風にちゃんとブレーキを踏んでください。それをすることによって、今いっぱいね、情報がいっぱい世の中にある中で、自分にいいものだけを選んで、登っていくことができます。うまくいけない人って本当にいいものを選びながら嫌なものも選んでて良くなる、それがこうこんなになってるんですよ。成長曲線が下手したらこうなったりするんですよ。まあ、そうなってしまうと伸びしろも短くなってしまいますので、ちゃんと自分にとっていいものをうまく選べるようにもしていただきたいなというのが今回の動画の趣旨になっておりますので、しっかりとね、めんどくさいと思います。ほとんどの人が、ね、やってないので、確認してたらその動き選ばんだろうみたいなトレーニングみんなやってるんですよ。あなたの体にとってそれマイナスですよみたいなことをめっちゃ言ってるんですよ。それって気づいてないっていうのが大問題なので、ちゃんと確認してください。で、確認すれば絶対に気づけるので、めんどくさいと思わずにコツコツ確認していただけるようにお願いいたします。はい、ということで、今回の内容はここまでさせていただきます。夢の生態で Twitter、Instagram もやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールの方も営業してますので、体の秘密がね、もっと知りたいなって方はですね、概要欄を貼ってますので、まだ覗いてみてください。またですね、ゆるめ先生の実習生は大阪にありますので、もっとね、楽しく、いろいろ体について学びたいなって方ですね、もっと自分の伸びしろを伸ばしたいなって方は、一度ね、ご予約いただければと思っておりますので、またお会いできることを楽しみにしております。はい、ということで、今回はこれで優先します。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。